皆さん、こんにちは。中央大学校の電子電気工学部情報システム工学科を卒業し、テレビドラマ太陽を抱く月で王に仕える護衛キムジェウン役を演じて一躍有名となり、あと多くのテレビドラマに出演したほか、バラエティ番組でも活躍したソウル特別市漢学区出身の俳優であるソンジェリム。今回はそんなソンジェリムに関する死去や彼女の存在についての話をご紹介しましょう。2024年11月12日、ソンジェリムが死去し話題になりました。1985年生まれのソンジェリムは2012年にドラマ太陽を抱く月に出演し、注目の若手俳優となりました。その他ドラマ美男イケメンラーメン店、ネイルサロンパリス、感激時代当人の誕生、パーフェクトカップル恋は試行錯誤をはじめ、最近では酒飲みな都会の女たち、美男堂の事件手帳などの人気作品に出演しています。映画でも数々の作品に出演し、ザ・スノップ、夜叉、容赦なき工作船、白氷の告発などでも活躍。最近は日本でも配信がスタートしたドラマ牛ワンフに出演しました。韓国では出演していた舞台ベルサイユのバラが10月13日に幕を下ろしたばかりでした。またソンジェリムは2023年にサームエンターテインメントとの専属契約が満了しており、最近新たに所属する新生芸能事務所を決めたところだったそうです。そして映画暴落、事業がダメになった男やドラマ血が燃える恋愛の公開も控えていました。しかしソンジェリムさんは11月12日の昼12時30分頃、ソウルソンドン区にある自宅で亡くなった状態で発見され、死亡が確認されたのです。発見したのはこの日の昼食を約束していた友人で、ソンジェリムさんの自宅を訪ねたところ個人を見つけて警察に通報したそうです。警察によると他殺の疑い点は確認されておらず、現場で A4 用紙2枚分の遺書が発見されたのだとか。ソンジェリムの遺書が発見されたことにより多くの疑問が浮かび上がっています。この遺書には何が記されていたのか、そして彼の最後の日々に何があったのか、その真相は未だに解明されていません。これらの未解決の疑問は彼の周囲の人々やファンにとって大きな痛みとなっています。警察の捜査が進む中でさらに多くの手がかりが明らかになることが期待されています。なお個人の遺体安置所はソウルヨイドにある聖母病院聖城2号室に用意されているそうです。葬儀には多数の共演者や友人たちが参列し、最後のお別れを告げました。彼の明るく献身的な性格は周囲に愛され、その存在感が多くの人々の心に深く刻まれています。葬儀には大物日本人女優が来たという噂もありますが、定かではありません。なおソンジェリムは数週間前に自身のインスタグラムの名前を長い旅の始まりに変更していたことが知られており、ファンたちは大きな悲しみに包まれています。一方で同じ業界にいる多くの芸能人も水母の文を載せて哀悼の意をあらわにしています。タレントのホン・ソクチョンは同日自身の SNS に生前のソンジェリムとのツーショットを掲載し、あなたのこの素敵な笑顔を二度と見ることができなくなって悲しい、ろくに面倒を見てあげられなくて挨拶もなく見送ることになって途方に暮れるばかりだ、申し訳ない、ただただ申し訳ない、兄貴としての役割を果たせなかったね、ゆっくり休んでと綴りました。また俳優のパク・ホさんもソン・ジェリムと一緒に撮影した写真を公開し、1ヶ月前に電話で舞台に立っていると明るい声を聞かせてくれた君がどうしてまた一つ胸に星を埋めることになったね、永遠に記憶に刻むよと口頭無形な気持ちを示していました。映画アンニョンハセヨでソン・ジェリムと共演したイユンジは、どうしてあなたの純粋さを覚えているよ、向こうでは思うままに過ごせますようにと心境を吐露し、同作に出演したユソンもまた、ジェリムとても残念でとても痛ましいと綴っています。パクホさんも SNS にツーショットを掲載し、狂ってしまいそうだ、本当にジェリムあんなに明るかった君なのに信じられない、ごめん、連絡もできなくて汲み取ってあげられなくて本当にごめんと心境を綴り、悲痛な思いも示していました。映画夜叉、容赦なき工作船でソンジェリムと共演したイゲルも、ごめんねジェリムと短い追悼文を残していました。中にはソンジェリムと親交は深くないものの同じ道を歩んだ一人の同僚として哀悼の意を伝える人々も。タレントのチャンソンギは
まともにお会いしたことはないが、同僚として残念な気持ちが大きい。謹んで個人の冥福をお祈りします、と伝えました。歌手のキルゴンは、ソンジェリムの訃報のニュースを引用しながら、7時間前の出来事なの。私が疲れ果てて倒れて、頑張れと言ってくれた人のおかげで、持ち直した時間帯だった、と振り返り、同じ時間にあなたのそばに誰もいなかったと思うと、その気持ちが痛いほど伝わるようで心が痛いです。お会いしたことはないけれど、応援していたし、素敵な人だと思っていました。この世界は耐え抜くことが簡単ではありませんよね。難しい選択を強いられたその心が、どうか安らかでありますように、そちらではどうか幸せでありますように、個人を思い祈ります、と心境を綴っています。突然の悲報が残念さを加える中、2年前のインタビューで打ち明けた生と死に関する話がネットユーザーの関心を集めています。2022年5月、ソンジェリムさんは映画こんにちはの宣伝活動中のインタビューで、自身のバケットリストについて、見た目はいかにもだが、僕の葬式場では弔問客にシャンパンを飲ませるだろう、お祭りのような葬式になったら嬉しい、と明かしました。死を前に一番先に思い出すと思う人についてはやはり両親でしょ、とし、でも僕が先に行くことはできないから、と語っています。最後にソンジェリムは観客に向けて、生きる中で僕らはみんな頑張っている、ベッドに横になって YouTube を見ている瞬間でも、僕らは時間が過ぎることと辛いことをみんな身一つで迎えているから、少し緩く暮らしても良いんじゃないかと思う、という言葉を残しました。韓国国内外の主要な新聞やテレビ局はソン・ジェリムの死に対する報道を一斉に開始。遺書が発見されたことにより、事件は単なる不幸な事故としてではなく、深刻な背景を持つものとして捉えられ、視聴者の関心を一層引きつけています。韓国の芸能界全体に与える影響も少なくないようで、ストレスや精神的健康に対する関心が高まっています。これに伴い、著名人のメンタルヘルスやプライバシーの保護に関する議論が活発化しました。そんなソンジェリムは、華やかな芸能界でのキャリアの一方で、プライベートでは非常に控えめな生活を送っていました。彼の生活に関する情報は多くは公開されていませんが、彼が家族や友人を大切にする温かい人物であることは広く知られています。ソンジェリムの親しい友人の中には、俳優や女優として活躍する著名人も数多く、彼らとの交流がプライベートの時間によく見受けられました。趣味としては旅行や写真撮影を楽しむことが挙げられます。特に旅行では訪れた場所を SNS でシェアすることもあり、その美しい写真は多くのファンに感動を与えていました。こうした活動を通じて、彼は芸術的な感性を持ち合わせていることがうかがえます。彼のプライベートライフに関する詳細はあまりメディアに取り上げられないものの、一部の情報ではソンジェリムが非常に家族思いであることが伝えられています。また友人たちとの和やかな関係性も彼の人柄を物語っています。これらの側面から、ソンジェリムは多くの人々に愛され、そして尊敬されている人物であることが感じ取れます。またソンジェリムには彼女との関係について多くの噂が飛び交っています。韓国の芸能界ではしばしばプライベートな交際が注目される中で、公に発表されたことは少ないですが、いくつかの場面で彼女との関係が話題となりました。一部の報道では彼女の正体がソンジヒョではないかと推測する声も上がっています。ソンジヒョはその身長や性格が注目されており、過去にはキム・ジョングクとの熱愛の噂も囁かれた人気女優です。しかしながら、ソンジェリムとの関係についてはどちらも正式なコメントを発表しておらず、ファンやメディアの間で憶測が飛び交っている状態です。さらにチェジニュクのような有名俳優と共演する機会が多く、撮影現場での親密さからチェジニュクとの噂も浮上しています。しかし彼のプライベートは慎重に守られており、公式に彼女の存在を認めたことは今のところありません。なお、ソンジェリムは結婚しておらず、妻や子供はいません。ソンジェリムの画像を検索すると結婚式と思われる画像が出てくるようですが、こちらはバラエティ番組私たち結婚しましたでの一コマでした。ソンジェリムには父、母、妹が一人います。妹さんは1986年生まれであることが明らかになっています。1985年2月生まれのジェリムさんとは1歳差の兄弟ということになりますね。いかがだったでしょうか。今回紹介したソンジェリムに関する死去や彼女の存在についての話はここまでとなります。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。